一年待った春が来る。アルテ立夏で会いましょう。4月24日と25日、昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和で上演されるジャンニスキッキ。今回は25日にご出演のリヌッチョ役渡辺康さんとラウレッタ役の別府美佐子さんにお話を伺います。大富豪ブオーゾ・ドナーティ家の、親戚の一員で、ジャンニス・キキタイトルロールのジャンニス・キキの娘のラウレッタの恋人役です。このオペラの中で唯一その、お金財産目当てでその、ブオーゾに近づいていく親戚の一員の一面もあり、あとはラウレッタですね、恋人役のラウレッタに、首ったけな目がハートになってしまうところの二面がある、そうですね、他のキャラクターとは違う役どころですね。リヌチョのおすすめシーンはやっぱりアリアですよね、はい、アリアのところがで高らかに歌って、もちろんその私のお父さんってラウレッタのアリアもありますけど、はい、リヌチョのアリアはすごく技術的なことを言うとものすごく難しく書かれている曲なんですけど、それをいかに感じさせないように歌うかっていうところが結構役者冥利歌手冥利にかかっていると思います。緊急事態宣言が、明けたばかりで、まだ、なかなかその世間の流れ的には、劇場に行ってオペラを見よう、みんな人混みの中に行こうっていう雰囲気はなかなかまだ持てないですが、ようやく我々も公演にこぎつけることができました。私に個人的には1年以上ぶりなので、その鬱憤を晴らしにぜひこの報復絶倒の喜劇を見に来てすっきりして帰っていただきたいと思います。タイトルにあるジャンニス・キッキーの娘ラウレッタ役で出演いたします。リヌッチョというドナティ家の中の男の子の恋人役です。純粋無垢で、若々しい、若いんですけれども、はつらつとした若い女性だと思います。オペラの中で歌われるオーミオバッビーのカーロ、私のお父さんという、有名なオペラアリアがあります。コンサートで歌われたり、あと CM などにも使われている有名な曲なので、皆様聞いたことがある曲かと思います。ここが私の見せ所だと思います。このようなご時世になって YouTube ですとかテレビですとか、そういうもので音楽を楽しんでいらっしゃった方も多いと思います。私も、このジャンニス・キッキーの稽古が始まって生の音に元を触れるようになって、本当にテレビとは違くて生の音って素晴らしいんだなというふうに毎日感じています。ぜひ、劇場に足を運びいただきまして、その生の音楽に触れていただけたらなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。4月24、25日、魅惑の美女は、デスゴッデスとジャニスキッキー、私たちは4月25日に出演いたします。ご期待ください。アルテリッカ。